この未曾有の震災から着実に復興の歩みを進める中で、スポーツ少年団で活動する皆さんの笑顔は勇気と元気、そして明るい未来の希望の光になるものと期待しております。スケートができることに感謝して、日頃の練習の成果を十分に発揮し、正々堂々最後まで全力で滑り切ることを誓います。だんだんとタイムが伸びていくように考えながら、意識してフォームを意識して滑って頑張りたいです。これからも練習をもちゃんと頑張って、自己ベストをどんどん出せるように頑張りたいと思います。レディあとは、山形の日本を2位のみを見ながら